作戦、信頼の眼差し、明けの明星からの依頼を達成する、前に明けの明星が送ってきた依頼、まだ続きがあるみたいだ、ついでにやろう。これやりますが、戦闘依頼ね、戦闘依頼の方ではこの2つ、作戦、信頼、キュートからの騒動と、悪戦、信頼、キュートからの脅威、この2つ。こっちは46のこっち54、こっちから行こうか。敵自体が違うのかな。戦うだけならもうまとめてやっちゃってもいいかな。明星に再三念をされた、ここの敵は危険よ、攻撃をもらわないようくれぐれも気をつけて。めっちゃ攻撃力高いな。高かったら嫌だな。推奨で投げても46だから死ねてるような気がするけど。あ、なんだ、全然大丈夫だ。さすがに46ならね、今主演さんとか55だから。問題はこっちよ。もう一個のまとめてやっちゃおう。問題はあれ、これか、これだよな、こっちよね。まあこっちも問題ないと思うんだけどな。珍しいな、こんな下に入っていくの。お縄につけ、まずは避けよ、見てなさい、チャンス、なんとも悪魔ってあるな。
いい声してなさい。あなたたちを囲まれている。もう一段階か。配信系ね。主演、主の匂いを覚えな。あ、でかいの出てくるかな。ブレーン、まずは避けよ。切るな。直ちに抵抗を中止せよ。ジトバタするでない。シュレイ、スタンバイ。危ない。あれ、まだ行ってた。受けてみなさい。あなたを逮捕する。ほれ、出会わせていこう。チェイン、あなたたちを囲まれている。まだ行ってんな。Wで行った。問題なかったね。あ、でも2分30秒以内にはクリアできてない。もうちょっと早くクリアせんといけなかったんだ。で、これでまあ明けの明星のがいけたかな。あなたの成長は私の予想よりもずっと早い。お姉ちゃん毎度のことながら驚かされる。依頼の攻略法も失敗した時にかける言葉も用意しといたのに全然使う機会がない。からかうのはやめて。長いこと業界にいるけどこんな新人初めて。きっとあなたの実力が特別なだけで私が依頼の難易度を見誤ったわけじゃない。これでクリアか。ちょっと待って。番号148。触りたい。ダメ。あ、昇格できるやん。いや、やっとここも55まで上がらんのか。あ、そうだ、工場ガチャちょっと回せる。ヒレ、手入れしないと。工場5回回せるな。 A 級でもいいから当たってくれんかな。A 級1個欲しいな。1個くれんかな。なかなか出んのやな。 A 級1個くれ。工場ガチなかなか回す機会がなくなってきたな。スケジュール何進めよう。作戦関係かな。戦闘のやつがあればいいんだけど。あ、ちょっとクリアできてないとこ改めてやろうかな。これ今だったらいけるかな。これできたんだっけ。あ、レイザー、剛力応募者。いや、でもあの頃の俺とは違う。
あの主演さんとチンイーさんレベル55まで上げたからワンチャンあるかな。てかレベルがどうこうというよりこいつの攻撃力がエグすぎてやばいんだよね。ちょっとアーカイブ切り替えてやってみるか。